さらに2週目でその分かった知識を使って2週目読めるわけじゃないですか、うんうんうん、で3週目ってその2週目よりさらに理解度が上がった状況でその本読めるわけじゃないですか、うんうんうん、なのであの2週目3週目ってなんか全然なんか別のことを学んでるのかなとか、あ、うんうん、この1週目でこう言ってたのは、うんまあ、こういうことだったんだっていうのが、うんうん、武田塾本部長の中森です。教務の矢上です。中森先生、はい、秋ですね。そうですね、はい。まあ、今回は食欲の秋ではなくて、うん、やっぱ秋といえば文化祭がありますよね。学園祭とか、あと合唱祭とか、はい、学校行事ですね。学校行事ですね、はい、というわけでちょっとアンケートをしちゃっていいですか。いいですよ、はい。というわけで、学校行事の参加について、はい、まず1番、うん、全力で取り込む。お、まあ、全力でやるってことですね、うんうん、で2番、うんまあ、楽しむ程度に、うんうんうん、はい、やるか。で3番、まあ、しょうがないから参加すると、うん、まあ、ちょっとまあ参加しないといけないんでね、欠席になってしまうからね、うんうん、はい。で4番が、まあ、完全に出ないと、行事参加しないというわけで。矢上先生どれ派？僕はですね、うん、まあ、2でしたね、はい。僕そんなに運動もできるわけじゃなかったんで、まあ、その体育祭とかだと、うんうんうん、はい、あとそんなにそうですね、まあ、2ですよね、中村先生はちなみに。僕3かな。おお、障害者さんか。文化祭でめっちゃスーパーボール投げてた記憶があるもん。なんかスーパーボール、秋教室でスーパーボール投げて遊んでた。マジっすか。20個ぐらいバーって投げてこう。あ、それも結構面白いやつ、うん、面白かったね、はい、まあ、というわけで1、全力に、楽しむ程度、3、しょうがないから参加する、4、もし参加しないというわけで、はい、皆さん、アンケートの方を答えてみてね、はい、はい。では今日の質問に行っちゃっていいですか、うん、これはでも矢上先生に対する質問かなって感じなんで僕が読み上げましょうか、ね、お、本当ですか、はい、いいですか、はい、いきますよ、はい。何週もやっている参考書を飽きないようにするための対処法は、うん、っていう質問です。おー、矢上先生といえば、はい、同じ参考書すげえ繰り返したことで有名だと思うんですけど。そうですね、僕といえばポレポレを、まあ、50週以上、うん、本当100週ぐらいしたはずなんですけど、うん、はい、日本一自分がやってんじゃないかぐらい、はい、もう日本一ポレポレをやったと思ってますよ僕は、はい、飽きなかった。正直、正直言うとですね、うん、飽きなかったです。お、はい、なるほどね、はい。まあ、なんかその、うん、参考書ってやっぱり何回もやってると飽きるんじゃないかとか、うん、意味ないんじゃないかとかって結構思う、うんうん、あの生徒さんもいるじゃないですか。もう全然そんなことないですね、うん、もう何回もやった方がやっぱり自分の血肉になりますから、うん、はいはいはい、はいはい。まあでもね、はい、飽きた参考書はでもあったんじゃない。ポレポレは飽きなかったかもしれない。まあ、ポレポレは飽きなかったですけどね、うん、まあ、飽きた参考書、ああ、まあ一応ちょっとあんまり良くないかもしれないですけど、うんうん、ネクストとかちょっと飽きましたね。最後もう答え全部知ってるよみたいな。いや、もうネクストもやっぱネクストも何週やったんだよ、7、8週はしたはずなんで、後半もなんかこう剣だねとか、なんか、うんうんうん、あの剣とかマイクが出てきたみたいな、はい、うんうんうん、みたいな、それももう文章覚えちゃってたんで、うん、はい。でもあれだな、社会の問題集とか答え全部見た瞬間800台ぐらいの記号全部一気に入れるみたいな状況までいったら何のためにやるのかマジ意味が分からなくなってそうですね、はい、演習率いってるみたいな気分になったもん最後。それやばいです、ね、答えの数字いってるだけだから、はい、ですね、うん、え、じゃあポレポレはなんで飽きなかったの。まあ、ポレポレは、うんうん、まあ、やっぱりその、まあ、なんかそのまあ、結構これ読解と暗記とかでも変わってくると思うんですけど、うんうん、まあ、やっぱりその2週目3週目ってなると1週目でやっぱ分かったことを知識をさらに2週目でその分かった知識を使って2週目読めるわけじゃないですか、うんうんうん、で3週目ってその2週目よりさらに理解度が上がった状況でその本を読めるわけじゃないですか。なのでどんどんやっぱりその違った視点から文章を読んでいけるんですよね、うんうん、はい。なのであの2週目3週目ってなんか全然なんか別のことを学んでるのかなとか、あ、うんうん、この1週目でこう言ってたのは、まあ、こういうことだったんだっていうのがしっかり理解できるようになりますね。それが楽しいですね、はい。やり方自体も変わっていった。やり方はやっぱりまあ時間は早くなりますよね、その読んでる時間、はい、もちろんその深く読むとこっていうのも出てくると思うんですけど、はいはい、まあ、やっぱり時間は短縮されて、うんうん、あとはもうその1週目でもうこれ完全に分かってるなってやつはまあ飛ばせたりもするんで、うんうんうん、はい。そしたら個人的な主観でいいんだけど、はい、この参考書ポレポレに対して1週目の時点で、はいはい、最後にこう、うんうん、到達した時点から考えると、はい、何パーぐらい1週目でそれが、はい、最高が 100% だとすると何パーぐらい完成したと思う1週目の時点で。ああ、1週目の時点で、うん、いや、まあ、1週目でやってる時は完成したと思ってるんですけど、うんうん、実際は 30% とかじゃないです
ですよね、うんはい、40% とか、うんはい、50% は絶対ないですね、うんはい、なんかやっぱ新しい知識をなんかどんどん得ていくって感じになりますね、うんはいうん、ポリポリだからちょっと難しいってのあるかもしれないですけど、でも書いてあるけどさ、はい、ちゃんと読んでないとか分かってないってさ、はい、何週かすると見えてくるのあるよね。いやそうなんですよ、うん、本当に新しい発見を2週目でできるかどうか、うん、1週目で、まあ、つっかえたことが2週目できるようになったかとかそういうことを考えながらやっていくっていう、そうですね、本当に多分飽きる人は作業化してると思うんですよね。そうですね、作業化してますね、うん、丸暗記とかもちょっと可能性が高いですね。だからそうすると飽きるのは確かにそうかなと思うから、うん、そうなりにするためにはやっぱこう目標を週ごとに変えていくというか、はいね、達成感を深く得られるようにだんだん掘り下げていくっていう感覚でやっていくといいんじゃないかなっていう感じですか、ね、はい、はい、あとはもう飽きた頃にはじゃあもう全問正解答えはもちろん言えて、うん、その理由も全部答えられるっていう状態で、うんまあ、それがもう1ヶ月後とか2ヶ月後とかもその状態だったら、まあ、飽きてもしゃあないかなと思いますけど、それができない状況で飽きてるっていうのは、うん、それはただやる気がないっていうか、まあ、ただできないだけなんで、うんはい、いやなんか完璧基準が甘いってだけの話ってことになりますね。ちょっとそれは注意ですね。ですね、はいはい、そんな感じでした。はい、今回は以上です。日本初授業しない武田塾。無料受験相談で待ってます。武田塾チャンネルでは生放送もやってます、はい、武田塾スタジオコース毎週水曜日19時半から21時まで放送中。僕と清水先生でやってるのでぜひ見に来てください。そして参考書の使い方、学習計画など相談がしたい方、全国の武田塾で受験相談随時受付中です。ぜひ申し込んでみてください。